皆さん、はじめまして、改めまして、キリディアメリカの LA のオフィス営業を担当しております、高松瑞穂と申します。本日、デジタルのすすめ第3弾ということで、何かと話題の RPA、本当に役に立つというテーマで、前半は30分から35分ほど皆さんのお時間をいただきまして、RP のお話をしていきたいと思います。で、本日後半には Q&A の時間を設けさせていただいているので、ざっくばらんにどんどん質問いただければなと思います。で、まずですね、最初本編に入る前に軽く、弊社の紹介と私の自己紹介、まあ、RP の話するのはいいけれども、そもそも KDDI って何の会社っていうところを、まあ、さらっとだけ説明をしていきます。まず KDDI という会社についてなんですけれども、ありがたいことに、AU という日本での携帯事業があることで、KDDI という名前自体は幅広く知っていただいて、いるかなと思ってます。で、ただですね、法人側で行っているビジネスはお恥ずかしながらまだまだあまり知られていないというのが現実かなと思います。で、わかりやすくまとめますと、皆様のオフィスの IT 周り、すべてお任せいただける体制を組んでおります。今、左側にぐるっと丸い図でまとめているんですけれども、オフィスのネットワークだったり、国際回線、いわゆる SI と呼ばれるシステムインテグレーションの部分だったり、皆様がオフィスの引っ越しをするときに必要になってくるケーブリングの工事の作業だったりとか、まあ、物理的に必要なセキュリティなどなど、まあ、いろいろなサポートを行っています。最近はですね、右下の黄色の部分に以前より力を入れておりまして、本日お話をさせていただく RPA であったり、IoT と呼ばれるものだったり、クラウドサービス関連っていうのも弊社のエンジニアで対応しています。で、最近の一番新しいサービスとしては、オムニチャネルって呼ばれるもので、SMS を使用したB2C で利用されるメッセージ配信っていうのを一方向ではなくって二方向で実現されるというようなサービスも始めています。私の自己紹介に移りますと、大学時代をテキサスのサンアントニオで過ごしまして、卒業後2015年よりロサンゼルスにて勤務をしております。KDDI には2016年に入社をしまして、法人営業として今、ご説明をしたような SI だったり、クラウドサービス、RPA 等々の、案件をサポートさせていただいています。でも IT っていうとこう堅苦しく思われてしまうかもしれないんですけれども、意外と多いのが皆様のオフィスの引っ越しプロジェクトのサポート でヘルメットをかぶって安全靴を履いて工事現場出向いてますので LA 界隈のプロジェクトですとそういった姿でお会いするかもしれません。で本日はもう一名弊社 KDDI より参加者を招いてまして、内藤さん喋りますか？カメラをオンにしていただければと思います。はい、お願いします。自己紹介を軽く。はじめまして、内藤と言います。私はですね、ミシガンとシカゴ、中西部におりまして、これまで2つの拠点地をしていたんですけれども、4月から、ケリアメリカとして、アプリ事業に力を、まあ、入れるというところで、北米のニューヨークから、中西部、それからテキサス、西海岸というところを、アプリ事業統括ということで、部署を作りました。そちらの方を4月から見ております。 RPA について後ほど Q&A あるいはお話し合いがありますので、その中でまた登場させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではですね、 前置きをこれくらいにしまして、早速、始めていきたいと思います。でまずですね、シリーズ3回すべてご参加いただいている方も多いかと思うんですけれども、前回までのおさらいといたしまして、まず第1回目はハルフトの丸山講師より、今からできるデジタルトランスフォーメーションとはという題目でお話をいただきました。でここでのポイントは、DX とあるけれども、企業はデジタル化に向けて大事なのは、データと業務の棚卸しであるというような貴重なお話をいただきました。で続くですね、第2回では富士ソフトの山下講師と早乙女講師の2名により、データの活用によって仕事はどう変わっていったのかという題目で、データというものについてのお話をいただきました。でここでは今までのデータ化されていなかったものをこう一つ一元化することで、どのように仕事が変わっていくのかというお話を事例を交えながら分かりやすくご紹介いただきました。で、まあ、この第2回でも2回目でもキーワードとなっていたのはデータと業
業務の棚卸しが大事ですよというところがあったと思います。で、本日私がお送りさせていただく第3回では業務のデジタル化、業務の自動化の視点から効率化を図ることができるツールの一つである RPA に着目をします。で、RPA に関しましては数年前よりブームでしたので言葉を耳にする機会も多くなってきたかなと思います。で、特に日本では浸透が早くて米国法人ではまだ取り組んでいないけれども日本本社では導入しているといったお客さんもよく聞かれます。で、ただ言葉ばかりが先走りしてもちろん失敗談であったり結局ブームらだけで本当に使えるツールなのっていうのだったり、まあ、自動化って聞くとなんだか小難しそうだなと思って手をつけられないでいるっていうような、方もいるのではないでしょうか。で、まあ、そこにプラスしまして今回コロナのパンデミック重なって皆さんリモートワークを強制せざるを得ない状況になって改めて既存の業務のあり方について考えなければいけなかった、まあ、考えさせられたんじゃないかなと思います。まあ、ただ、紙の業務に頼っている部分はどうしてもオフィスに出向かないといけなかったり、社内のネットワークからしかアクセスができなくて、まあ、いろいろな課題が皆様それぞれあるかと思います。まあ、そんなポイントを押さえながら説明していけるようにしますので、もしもっと疑問などお会いできましたら、ぜひ Q&A コーナーで質問いただければと思います。で、アジェンダとしましては、すでにご存知の方には復習になってしまうんですけれども、RPA とはっていうお話から導入事例、開発デモのご紹介、最後に導入の流れであったり、成功のポイント等をご紹介していきます。で、ここから RPA とはっていう説明を始めていきたいと思うんですけれども、その前に一つだけ、ポールを皆様にご協力いただきたいと思います。よく知っているのは 14%。皆さんがなんとなく聞いたことあるという方が半数以上。で、今回、まあ、あまり知らない、初めて聞いたという方 26% いらっしゃるので、その方が終わる頃にはこうなんとなく聞いたことがある以上にいけるようにちょっと頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、では、まず、RPA とはということで、RPA はロボティックプロセスオートメーションの略になります。この図にも書いてあるんですけれども、こう目に見える動くロボットではなくって、PC の上で動くソフトウェアのことを指しています。で、皆さんが普段 PC の上で操作する業務を自動化をしていくっていうツールです。基本的に人間がマウスとかキーボード、PC の上で行う作業は全て RPA で自動可能になるというイメージを持っていただければ大丈夫かと思います。で、ここでですね、勘のいい方からすぐにいただくのが、マクロ、Excel のマクロとは何が違うんですかっていうご質問をよくいただきます。で、マクロももちろんうまく組みますといろいろな自動化できますし、もちろん大変便利なんですけれども、まあ、構築するのが意外に複雑だったり、最初に作った人しか編集ができなかったりとか、アプリケーションにも制限があります。それに比べて RPA はかなり多くの皆さんが普段使っているアプリケーションとの相互性を図ることが可能となります。で、RPA が得意としているのは繰り返し同じ作業を行うもの、まあ、定型作業と言われるものであったりルールに基づいているロジックがちゃんと組まれているような業務になります。で、なぜ今この RPA がこう注目されているのかっていうと第3次産業革命では左のブルーカラーの行っていた仕事がロボット化、自動化して、まあ、今昨今ではそれが当たり前の世の中に変わりました。で、続いて RPA は第4次産業革命とも言われていたりするんですけれども、ホワイトカラーの行っている業務の一部を自動化していくっていうのが概念です。で、日本ですと少子高齢化が進んで働き手がこれからどんどん少なくなっていく傾向の中であったり、まあ、働き方改革と言われている、まあ、残業の見直しなどの動きから、手段の一つとして RPA 注目が集まりました。で、コンセプトとしては、単純な繰り返し作業や、もう面倒だけれども頭は使わないなといったような作業は、もうロボットに行わせてしまって、で、人間はまあ限られた時間の中でよりクリエイティブな仕事をしましょうというものです。
で、まあ、今言ったように業務の自動化とか繰り返し作業といいますと、よくイメージされるのがこうどんどん入力作業をしていくものが RPA だと思われていたりもするんですけれども、実は他にもたくさんの役割をこなしてくれます。で、先ほどマウスとかキーボードでやるもの全部できますよって言ったんですけれども、業務別に大きく分けていくと、今6つあるので1つ目からちょっとご説明していきますね。で、まず1つ目の データの集計出力ってあるんですけれども、まあ、これ例えば経営会議資料とか毎月フォーマットは同じでも中身の数字が変わってくるっていうような業務が当たります。で、2つ目の、付き合わせとか判断の部分、ここは会計のリコンシリエーションの業務であったり、ベンダーに送った PO と、まあ、返ってきたインボイスの付き合わせ等が当てはまります。で、3つ目が情報モニタリングってあるんですけれども、こちらは検知したい情報っていうのをあらかじめ設定をしておくことで、アラートを例えば IT 担当に E メールなどで流すといったような業務を自動化することができます。で、4つ目が皆さんよくイメージされやすい入力代行になります。入力代行といいますと、オーダーの入力だったりとか会計部門の数字の入力作業が当てはまります。で、5つ目がデータベース補正、洗い替えとありますが、シーズナルだったりとか定期的に更新しなければいけないようなデータベースもこうロボットにダーッとやらせる入力とか更新をさせることができます。で、最後の6つ目、紹介受付回答とあるんですけれども、ここでよく使われるのはカスタマーサポートチームなどで一時回答とかに使われます。で、これもう少しちょっと高度な話になってくるんですけれども、データベースを組んでおいて別のソフトウェア、まあ、チャットボットって言われるものであったりとか AI って言われるものと組み合わせることで、より複雑な質問の回答もできるようになるといったものです。で、RPA に関して注目が集まってきている、まあ、来ていたっていうふうに申し上げたんですけれども、まあ、実はこのようなグラフがガートナーから出てまして、で、このグラフをハイプサイクルと言います。で、このハイプサイクルっていうのはガートナーが独自に出していて、で、右にも書いてあるんですけれども、テクノロジーやアプリケーションが時間の経過とともにどのように進化するかを視覚的に説明することと書いてあります。で、このグラフの RP をまとめたものが今のページで皆さんご覧になっているんですけれども、実はこう過度の期待のピーク期っていうのはすでに過ぎていて、むしろ一旦幻滅期に入っています。で、ここから啓蒙活動期へ移っていき、そこから誰しもが知る成熟したテクノロジーであるっていうレベルの、一番最後の生産性の安定期へ移っていくとされています。で、肌感覚だとまだまだ RPA の浸透率からブームのピーク期に当てはまるのかなと思っていたので、まあ、少し面白いなと思ってご紹介させていただきました。で、次のページからは RPA を担ぐソフトウェア会社の紹介、特に弊社で正式に今扱っているものを少し深掘りしてご紹介していきたいと思います。で、こちらはフォレスターウェーブの2019年フォースクォーターの RPA のグラフです。縦軸で上に上がるほど人気があるマーケット内で強いとされている位置づけになります。横軸はストラテジーで、右上に行けば行くほどマーケットリーダーという位置づけになります。で、これ赤で囲ってあるんですけれども、 UiPass という会社が過去何年かはこの RPA の業界リーダーとして位置づけられています。で、その下に続くオートメーションエニウェアというものだったり、ブループリズムというものがアメリカではよくこの3社で比較されることが多くあります。で、残念ながらこのフォレスターのランキングには入っていないんですけれども、日本ではウィンアクターっていうものだったりビズロボっていうものの認知度が高くてよく導入されているものです。で、まあ、ちなみに弊社 KDDI ではグローバルでこの業界リーダーである UiPass を担いでいて、正式レセラーとして社内のエンジニアを抱えても販売開発を行っています。で、もちろんですね、それぞれのメーカーに特徴がありまして、この UiPass 社が業界リーダーとされるのにも理由があります。で、ここの次の今のページでは、日本でよく知られているビズロボとウィンアクターで、さらに UiPass の3社の比較表を少し載せてみました。で、
UiPath は他社のものと比べて PC 型、サーバー型と呼ばれる両方のタイプでの導入が可能って書いてあるんですけど、分かりやすく要約しますと、小規模型でも大規模型でも導入ができるっていうことにイメージになります。小規模型っていうのは本当にもうラップトップ1台からライセンス1つから導入ができるので、価格としてもかなり安価なものになります。で言語もですね、英語に日本語はもちろん中国語だったりフランス語だったり多言語で対応しているので、全世界で導入が広まっています。でここ赤く囲っている部分では自動化対象範囲ってあるんですけれども、どうしても製品によっては、強みが、あったりするので、ウェブサイトの自動化は得意だけれどもアプリの制限がちょっと多かったりとか、まあ、それに比べて、まあ、UiPath は対象とできる業務アプリが大変広いというのが特徴にあります。でその他ですね、自動化を構築した後のパフォーマンスも製品によってはブレがあります。で消費者目線からいきますと、先ほどのページにあったオートメーションエニウェアなやブループリズムというのはちょっと どちらかというとライセンス高額なイメージがあって、さらに開発費も UiPath に比べて高い傾向にあります。なのでコンサル系の会社がコンサル費用とともに売っているようなイメージがありますね。で、UiPath最近この数年でだいぶ独り勝ちにマーケットの中でなってきているような印象を受けます。で、ちょっともう1ページだけ UiPath についてもう少しだけ説明しますと、自動化対象範囲の項目を先ほど挙げたんですが、このように皆様業務に使われているのシステム、この今出ている中でも、あ、これうちで使っているっていうのが見つかるんじゃないかなと思います。でこのように、普段使っているようなシステム、アプリケーションほぼほぼ自動化ができると思っていただいて大丈夫です。で少しちょっと専門的な用語を使いますが、 API 連携取れるものもたくさんありますので、拡張性も大変高いです。でここでですね、RPA とはっていうページにはでは最後になるんですけれども、導入のメリットをまとめましたので一つずつご紹介します。でまずはパフォーマンスです。ロボットにどんどん作業を行わせますので、ヒューマンエラーを防げますし、スピード自体も、まあ、導入するシステムにもよるんですけれども、人間の何倍も早く処理を行ってくれます。で次にですね、 RPA 化を進めるときに同時並行で見直すことができるのが既存の業務です。仮に、まあ、こう考え成功させした上で RPA には適さなかったとしても、業務の棚卸しをすることができたり、属人化をしていた業務を開示させるといった機会にもつながります。でその次がリソースの確保です。アメリカは従業員の定着率が日本に比べて低いですので、せっかく新入社員にトレーニングをしてもまたすぐに辞めてしまったりといったご苦労も皆様あるかと思います。それに加えて、新しい人探しもリクルーターさんへの支払いとかを考えると、まあ、バカにはならないなという部分もあります。で、またロボットなので、こう毎日24時間365日働いてくれるというメリットもあります。さらに RPA 開発は開発が比較的容易というメリット、お客様目線でいきますと開発コースが他のシステムとかに比べて減るので、導入コストもその分下がります。で最後に一つ前のちょっと項目と類似してるんですけれども、 ERP システムなどを導入するプロジェクトに比べて費用が断然安いっていうところですね。なのでまずは低予算からスモールで始めてみようといったお試しも可能なのが特徴の一つです。で、ここまで RPA の概要だったり、まあ、どのような作業に使えるのかっていうメリットをお伝えしてきたんですけれども、次からは実際の導入事例というののご紹介に移っていきます。とまずはRPA 導入の駆け出しで一番やりやすいとされている経理・会計部門の事例です。で皆さんも日々ベンダーさんだったりとかからたくさんのインボイス受け取られているかと思うんですけれども、最近は E メールのアタッチメントで、送られてくるっていうのも増えてきてますよね。ただそれをダウンロードしてどこかに保存していくっていう作業も数が多いと骨が折れます。でこちらの事例はベンダーからのインボイスを所定のフォルダへ保存して、さらに紙への印刷処理を行うというものです。
で、ロボットは E メールへのログインから担当してくれて、1日10分から15分ほどの、短縮時間に成功した事例になります。で、もちろんこの保存先っていうのを会計システムにすることもできますし、受け取ったインボイスを印刷するのではなくって、実際に入力作業っていうのも、やろうと思ったらロボットに行わすっていうのも可能です。で、2個目の事例、こちらの事例は販売部門での受注登録の事例になります。で、ここではもともとは担当者様が顧客のサプライヤーポータルサイト、ウェブのポータルサイトにアクセスをしに行って、そこから受注情報をダウンロードしてきて、その後自社のシステムである SAP に登録を行うというので、この2つのシステムは自動ではつながっていなかったケースになります。なので、この黄色い枠の中で囲ってある部分を自動化しまして、ロボットがサプライヤーポータルにログインをして、さらにファイルをダウンロード、SAP の受注登録も行ってくれるといった事例になります。で、さらに最後にこう完了報告っていうのを関係者に E メールで送るというような作業もこなしてくれて、月次で7時間ほど削減できたという事例になります。で、最後3つ目なんですけれども、こちらの事例はお客様の事例、導入事例ではなくって、今弊社ケリリアアメリカでの実際の使用例になります。弊社はIoT の一部であるコネクティッドカーのビジネスっていうのも行っているんですけれども、そこでは、通信部品を車の出荷とともに開通させるという業務があります。で、その中で1日数万件に上る自動車メーカーのポータルと通信キャリアのポータルの付け合わせっていうのを手作業でやらなければいけないっていう業務が発生することになり、1日数万台ですので、まあ、単純計算で1日1人15時間ぐらいの業務量に相当しました。で、もちろんそれを人の手で行うっていうのは、まあ、量はもちろんですけれども、ミスの可能性から非現実的という判断がされて、インターナルで RP で何とか解決できないかという依頼が発生しました。で、開発自体はもう1週間程度で完了して、まあ、溜まっていた数万件のデータを流し続けるということに成功して、まあ、現在も日々の業務に使用されているといった事例になります。で、3つ今事例をご紹介したところで、次は実際のデモ動画っていうのを見ていただき、どのようにオペレーションがこなされていくのかってイメージをつかんでいきたいと思います。本日はですね、かなりシンプルなデモを3つご用意しました。まず1つ目はデータ入力のデモです。で、このデモでは Excel から Web フォームへ自動入力を行っていくというものです。で、皆様普段業務で使われており、かつシステム同士がつながっていないというものを想像していただければいいかなと思います。で、このような右から左へコピーペーストしていくっていう作業も人間が行うと、まあ、ラインを1行見間違えたりとか、まあ、時間もかかりますし、で、全てコピーしきれてなかったりといったミスが発生していきます。このように左の Excel ファイルから Web のフォームにコピー&ペーストをします。で、送信ボタンを押して、一つの流れが終わります。で、まずは人間が手作業で行った場合です。だいたい人間がコピーペーストをするとこのようなスピードで進んでいくんじゃないかなと思いますが、ここで会社名を入れて送信、まあ、1件で25秒くらいかかりましたね。ちょっと長くなるので、この5件分を省略します。で、5件終わらせるのに120秒かかりました。次に同じ作業を RPA のロボットにさせていきます。と、今皆さん分かりやすいように Web フォーム見えているんですけれど、 Excel 画面は見えていないかと思います。で、今5件全部入力が完了しました。
で時間も、人間の6分の1の速さ20秒でしたね。でここで一つ、Excel などの、RPA、ここではちょっと使用するソフトは UiPath とさせていただくんですけれども、相性がいいもの同士だと API 連携できますので、先ほどのロボットが動いてた画面のように、画面上に Excel とかを出さなくてもバックグラウンドで処理をしてくれることが可能になります。で次、2つ目のデモ、請求書の自動発行です。で請求書はいつも決まったフォーマットで出されているものですので、RPA 化には最適とされています。今、宛先とか顧客名は違えど、記載する項目は同じかと思います。で今回も Excel からの転記なんですけれども、こちらも別に Excel である必要はありません。これはまあ手作業でやった場合ですね。一個一個左から右へ該当のものをコピー&ペーストをしていくという作業です。でこれ RPA で行っていくと、今2件目やってます。3件目やっています。はい。で、このデモでは、作成した請求書を保存するという作業まで行ってくれているんですけれども、必要であれば、それを PDF 状態に変換して、各ベンダーさんとか顧客に E メールで送信するということも可能です。で、その際の E メールの本文もテンプレート型にもともとしておけば、ロボット君でも対応が可能です。で請求書関連は特にクオンティティの入れ間違いだったり価格の入れ間違いがあると信用問題にも関わりますので手作業をなるべく減らしたい部分になるかと思います。で最後、3つ目のデモは PDF の上のデータを読み込んでいくっていうものになります。で今ちなみになんですけどこの最初の画面が、UiPath の開発画面で Studio と呼ばれてるんですけれども開発者はこの画面上で、どんどんプロセスを開発していきます。でそれでは早速始めていきたいと思います。ちょっとデモが短いので注意してみていただきたいんですが、PDF を、今こう黄色でバックのところで認識をしてくれています。で、これでもうボンと今 PDF から情報が Excel に転記されました。で、今この黄色い四角で囲って、読み込んでいた時のあの四角の塊をエレメントって呼ばれているんですけれども、まとまりごとで認識をしています。で、この RPA のプロジェクトをやるので、よくご質問いただくのが、こう、PDF の転記できますかっていう質問で、まあ、答えとしてはまず Yes です。まあ、ただですね、PDF といっても、こう、紙を一旦スキャンしたものだったりとか、もう写真、イメージになってしまっているものは、RPA の基本機能では読み込むことができないので、別のソフトやサードパーティーの OCR と呼ばれるんですけれども、その追加のソフトを利用して、RPA 化につなげることになります。ちょっと本日は OCR に関しては時間が限られてますので、今のところでは説明を省くんですけれども、Q&A の中でもしご興味あればご質問いただけたらお答えしたいと思います。以上でですね、この3つでご用意したデモは終了になります。でここまでメリット、事例とかでもいい部分ばっかりを見せると、まあ、どうせセールスピッチで落とし穴があるんじゃないのと、まあ、私であったら逆に疑ってしまうんですけれども、まあ、おそらくそのように今思われている方もいるんじゃないでしょうか。で予算をかけて何か導入される場合は、まあ、成功したいって思うのは皆さん同じかと思います。なので、本日のアジェンダ最後になります、導入を成功させるポイントというところで、少しご説明をしていきます。まずですね、RPA の導入の進め方、特徴の一つとして挙げられるのが、PC1 台とライセンス1つという最低限の予算で、まずはテスト導入ができるという点です。でこちら先ほど RPA メーカーで挙げていたものの中には、ちょっと大規模型のみしか扱っていないものもあるので、ちょっと一概には言えないんですけれども、仮に弊社が扱う UiPath の場合は、このテスト導入が可能となります。
でですね、このテスト導入段階のことを POC、プルーフ・オブ・コンセプトと呼んでいて、自社の今やっている業務だったり、システムで本当に RPA が適しているかというテスト導入ができます。で、これはボリュームとか規模にもよるんですけれども、まあ、デモ程度のレベルであれば、無償で弊社のエンジニアがお作りすることもありますし、優秀 POC としてライセンスを最低限1セット買っていただいた上で、ある程度こう業務でも使えるものを作ってみるという POC も提供しています。で、まあ、こういうのを経てシステムとかネットワークの相性を確認して本当に使えるねと納得したところで本格導入といった流れをされるお客様もいらっしゃいます。でもちろんですね、この2番の本格導入とある POC なしで、最初から導入をされるというケースもたくさんあります。で、本格導入を成功させるポイントっていうのを次のページでさらにご紹介をしていきます。まあ、第1回、2回の、シリーズのウェビナーでキーワードになってきていたのが業務の棚卸しだったかと思います。で、これはですね、 RPA のプロジェクトにも大変重要なポイントです。で、まず RPA やってみたい、やってみようってなった時の最初のステップとしては適用業務の選定です。で、ここはお客様から業務のボリュームが多くて自動化したいって思われる業務をどんどん出していただくというフェーズです。で、それと半分並行して行うのが実行環境の選定です。で、これを何するかと言いますと、ロボット君を PC 上に置くのかサーバーにインストールするのか、まあ、特に今の状況ですと皆さんお家からリモートからロボットを動かすっていう必要もありますので、まあ、そういった環境を確認して選定をしていきます。で、そこから次に適用診断とありますが、皆さんに出していただいた希望業務の中で実際に RPA 化できそうなもの、少し難しそうなものっていうのをこちらで判別をしていきます。で、実はここの作業が本当に大事でして、その業務をしっかり理解されている方にご協力いただく必要があります。で、もう一つのポイントが、オペレーションの中で1から10あるステップのうち、1から5と9から10は RPA に適しているけれども、途中の6から8は手作業に向いているといった場合も実はよくあります。で、こういった時も RPA 化を諦めてしまうのではなくって、役割分担を決めて RPA に適した部分をうまく自動化するという選択肢を取ったりもします。で、さらにですね、既存のオペレーションが必ずしも最適な状況で行っているとも限らないので、オペレーション自体を見直すという柔軟性も大切になります。で、まあ、今言ったようなコンサル部分であったり、オペレーションに必要なシステムと RPA の相性を図るといったような作業を通常、キャリアのメンバーが日々行ったりもしています。で、次の開発部分は、弊社であれば、社内のエンジニアであったり、お客様によっては、社内 IT の方がこう開発をしていき、で、そこからまたお客様のご協力をいただいて、一緒にテストをしていきます。で、ここでのバグ出しっていうんですけれども、このバグ出しが大変重要で、思っていたのよりも、実はルール外の定型的ではない作業が実はたくさんあったっていうのも、っていうのの発見だったりとか、まあ、そもそも作ったものがちゃんと動いているのかどうかといったような確認を取っていきます。で、RPA はうまく導入ができると大変大きなサポーターになってくれるツールです。まあ、ただ、進め方だったり、やり方を間違えてしまうと、もちろん失敗に終わってしまうこともあります。で、よく聞かれるのが、社内 IT だったり、社内だけで RPA やってみようとなった際に、どうしても皆さん日頃の業務はありますので、RPA 担当チームというのが特別に組まれない限り、このプロジェクト自体がおろそかになってしまうということです。で、そこからなんとかこういくつか作ってみても、チームごとでバラバラに管理をしていたり、その後のメンテナンスがうまくできず、せっかく作ったロボットをうまく使いこなせていないという、まあ、もったいない状況にも陥ってしまいます。まあ、さらにですね、上司だったり、まあ、経営層からは、RPA のプロジェクトすぐできるって聞いてたのに、あまり進まないじゃないかっていうのだったり、あんまりうちでは使えてないですっていう判断をされてしまいます。で、逆に RPA だから IT チームだっていうふうで、こう、社内 IT にだけに振られてしまっても、なかなか他のチームとの連携が難しくて進まないというようなケースも聞かれます。まあ、そういった時は、我々のようなこう日々 RPA をプロとして扱っているような業者だったり、エンジニアとかをうまく入れ込んでプロジェクトを進めていくというのも成功の鍵の一つです。皆さん、
他にも皆さんから導入に向けての悩みとか葛藤をお聞きする中で、大事だなと感じた部分を最後のページでまとめています。業務の自動化を行う際の成功の鍵っていうのは、まず業務の可視化を行うということで、可視化というのは自動化したいオペレーションをしっかりと理解、明確にするということです。でこれは、普段その業務に携わっている方の協力っていうのも大変重要となります。で、RPA ですね、日本ではどうしても最初に金融業界で、大きくこう導入がされたことにより、時にはこうリストラのツールなのではないかっていうふうに思われてもしまうんですけれども、冒頭に述べたように、その人の仕事を奪ってしまうのではなく、人間にはよりクリエイティブな仕事を回していくというようなアイデアが大切です。で、中には、そういった業務の振り方が難しいチームもあるかもしれないんですけれども、そこはマネジメント層の皆様が個々のスタッフの新しい能力だったり、可能性を見出したり、新しいチャレンジを与えるっていういい機会っていうふうに伝えていただくっていうのはいいんじゃないかなと思います。また他にはですね、人も一人で膨大な業務を抱えている方っていうのもいらっしゃいます。で、そういった方には、日々の負担が今後減るっていうことをお伝えして、プロジェクトにしっかり協力をいただくっていうことが大切です。で、さらに RPA 導入へは業務を改善したいっていう強い思いももちろん大切です。現行のオペレーションが必ずしも完璧なものっていうのは限らないですので、オペレーションを少し変えたりとか、やり方を変えたり、はたまた RPA が最適とも限らないですけれども、そういうの柔軟性っていうのが大変重要になってきます。で、先ほどと少し重複しますが、RPA プロジェクトに IT チームの方のご協力は、環境、IT の環境設定とかもあるので、もちろん、協力重要となります。ただですね、自動化の業務を理解されている方っていうのは、IT のチームの業務をやらない限り、IT の方ではありません。で、特に RPA に適している業務を多く抱えるのが、経理部門だったりするんですけれども、そういった、RPA に適した業務を多く持っているチームを中心になって始めるというのがおすすめです。で、最後にロボット新入社員と思ってとあるんですけれども、実行環境によってはどうしても相性がいい、悪いっていうのがあるので、構築してすぐに完璧なものが出てくるという期待をしてはいけません。で、大切なのはエンジニアが構築をした後のテストの段階、先ほど言ったバグ出しのところですね。これってできるだけたくさんのエラーをユーザーさんと一緒に見つけていくこと。で、そこに一人前の社員と書いてあるんですけれども、完璧な状態のプロセスが完成します。で、弊社で導入、今まで導入させていただいた RPA は適したオペレーションを適した形で自動化を行えると、お客様からありがたいことに大変高い評価を得ております。その中にはそもそも人材が足りていない、残業が多くて数人だけに大きな負担がかかっているとか、あとは今回のコロナの影響でどうしても人を減らさなければいけなかった、などなど皆様状況様々かなと思います。で、一番最初のところで、パンデミック状況下だからこその RPA っていうのも挙げていたんですけれども、現在のこのパンデミックの状況がここまで長期化するっていうのは最悪を予想してたとはいえ、どこか心の中できっと早々に元に戻るだろうとも皆さん思ったりもしてたのではないでしょうか。で、リモートワークも短期的であれば、なんとかこれでしのごうと思っていた部分も、やはりシステムの問題だったり、そもそも紙をたくさん使用しているっていう、業務など、全てをリモートでこなせなくて、効率的な働き方からはちょっと遠くなってしまっているっていうケースもあるかと思います。で、さらにですね、ニューノーマルと言われてるんですけれども、働き手からこう期待する働き方っていうのも、このパンデミックを機に変わっていくとも言われています。で、くしくも現在、通常業務が普段よりもスローになってしまっているっていう会社さんも多いかと思うんですけれども、逆にこれを逆手にとって、普段は時間を忙しすぎてじっくり使えないようなところ、この業務の改革だったり効率化っていうところ、働き方に目を向けてみるっていうのはいいタイミングなのかなと思います。今ここまで30分強ほど皆様の時間いただいて RPA についてお話ししてきましたが、以上で前半の私の部分終了となります。で、ここからは Q&A セッションに入りますので、引き続きお付き合いいただければと思います。あ、すいません。ポールを忘れていました。ありがとうございます。今、中島さんが出していただきましたが、
今までのこの話を聞いて皆様の RP 導入するイメージ湧きましたかというところで、はい、いいえその他でお答えいただければと思います。ありがとうございます。 90% 以上の方がイエスと、まあ、ただちょっと 2% の方がまだいいえとあるので、この後の QA で頑張ってちょっとそこをはいにしたいと思います。その他の方はご質問どんどん投げていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやもう縦板に水で素晴らしいですね。いいように聞こえてしまう。いや、もうなんか僕も RP 導入しなきゃなと思いながら聞いていました。あ、じゃあしましょう。いや、多分ですけど、すごく こなれてらしてですね、説明が。それで、現時点であんまりこう QA が今来てないので、ちょっとお話ししながら、ツッコミを皆さんに入れてもらえればいいのかなとは思ったんですけど、はい、今の説明、まあ、お客様から問い合わせがあるケース、RP に関心を持たれるケースっていうのは、ある程度やっぱり理解されてるから、もう、ある程度イメージ固まってくる問い合わせの方が多いのか、それとも、漠然と RP 入れたらなんかうまくいくんじゃないかなっていうぐらいの感じ、問い合わせ来るのと、どちらが多いんですか？そうですね。まあ、両方ケースはあるんですけれども、多いのが、まず1個目が日本本社でも入れているので、RPA に対しての理解が深い方。なので、こう、業務の、導入したい業務に対してのイメージも、こう、強く持たれているっていうのが1つ目のケース。で、2つ目が、まあ、我々、RPA を売り出して2年半ぐらい経つんですけれども、こう、結構、まあ、コロナの前は定期的にセミナー開いて皆さん来てもらってとかやったりとか、まあその営業とお客さんでこう話をしたりとかしてるんですけど、まあその中で、こちらの現地法人のトップの方がこう業務改善とかにこうかなり興味がある方で RPA を知っていただいて、あ、それならうちのこの業務が当てはまるっていうふうにこうアイディアを持ってきていただくっていうのが結構多いケースかなと思います。なるほど。やっぱりそのオペレーションが頭にちゃんと入っていて、あ、これだったらこういうふうに自動化できるなっていうイメージをお客さんが持たれてる方がスムーズにいきます？そうですね。先ほどの流れの話でもしたんですけれども、こうお客さんにどんどん出してくださいっていうふうに、やれそうなもの出してくださいっていうふうにやるケースも多くあるんですけれども、まあそれだと、本当にこうやる気いっぱいっていう方がいっぱいいる会社さんだと、ダーッと100件以上出していただいてありがたいんですけど、やっぱり、まず、そもそも RPA とはっていうのを理解できないと、まあ、難しいと思うんですよね。出してくれって言われても。なので、トップの方が、そうですね、自社のオペレーションを分かっていったりとか、まあ、チームのトップの方とかの、こう、判断だったりとか、見識っていうのが重要かなと。今日のご説明、かなり、こう、もう、こなれているというか、たくさんやられてるんだろうなと思って聞いてたんですけど、やっぱ説明した後って、やっぱしお客さんも、あ、そういうことなんだって、分かってくれる感じです。いつも手応えありますか？ウェビナーは正直、その後の反応、直接お聞きできないので、うん、ちょっと待ってたんですけれども、まあ、さっき 90% 言ってくださったので、うん、まあまあ、皆さん理解いただいてるのかなと思う。うん、で、実際にこう対面でやらせていただくと、質問いっぱいいただくイコールこう、理解してくれてるのかなと思うので、そういった意味では、分かっていただいてるかなっていう感触です。はい、なるほど。今質問一件来ましたので早速行きたいと思います。はい、簡単な例で言うと、AI を使って、文字認識であったり画像認識をしたりするというところが多い例だと思うんですね。でもっと業務に近い、まあ、製造業であったりとか、販売であったりとかいう業務によると思うんですけれども、一番今多いのは文字認識をさせるために AI を使うというのがあります。先ほどの OCR ですかね。そうですね。プレゼンの資料でもあったんですけど、OCR 自体が AI になってるんですね。で、文字をこう認識させるデータ量を多く上げるほど認識技術が上がるというようなもので使われたりもします。あるいは
Google だとか Microsoft だとか AWS の、AI エンジンに投げてその結果を戻してから処理をするというケースもあります。今おっしゃっているその OCR と AI をつなげて認識率を高めるっていうのは、要は OCR 時代の精度っていうのは当然あるんですけど、まあ、それプラス AI で学習させることによって、その間違いやすい文字とかを補正するとか、まあそういう感じで AI 使うみたいなイメージですかね。そういうことですね。うん、アメリカ人の書く英語が、人が見ても認識できないことが結構ありますよね。ああいうのは、学習させて、学習していかないといけないですね。だから、あれですよね、RPA っていうのは、そもそものオペレーションっていう、まあ、定型化できているものをちゃんとこう、機械、はい、まあ、コンピューターにやらせるっていうところで、僕ら、前回もちょっと、フジソフトの回で、説明ありましたけど、結構人間が職人技というか、ジムの長年やってる方が、もう経験で、あ、これはこのケースは、こうだなってやってたりするっていうところとか、書類上はこう書いてあるけど実際のオペレーションはこっちとか、そういうこう自動化しにくいところとかは逆に AI で学習させて、こういうケースはこれって処理するとかいう形なんですかね、やらせられるっていうと。そうですね、はい、あと RPA そのものはそんなにブレインを持っていなくて、システムとシステムをつなぐっていう役割なんですね。なので、AI を使いたい場合には、それが得意なエンジンにこう、投げてですね、お仕事をしてもらった上で、結果を受け取って、次の処理に、渡すみたいなところですね。あとは、ある程度のルール外が、こう、100、200、300ってあったら厳しいんですけど、ある程度のこうエクセプションとかだったら、それを、ロジックにさえ基づいてればなんですけど、あらかじめ RPA に入れといてあげる。そしたら、ルール1の時はこっち、ルール2の時はこっちっていう風に、そのブレインなしでも、こう、枝分かれをさせていくような、こう、フローをこちらで組んでいくっていうのも、一つの方法になった。としてまあやったりとかはしてます、はい、その枝分かれでちょっと思い出したんですけど、チャットボットとつないで、処理をするっていう事例も、RPA のソフトの中ではありますね、でチャットボット自体がもう AI ですので、いろいろな回答をこう受けてですね、チャットボットにデータを投げて、チャットボット自体がその考えた上で回答をしたものを別のシステムに投げるっていうようなことができます。例えば UiPath 社から の事例で聞いたのは、保険屋さんがですね、チャットボットでチャットのリクエストを受け付けると、そうすると保険証ナンバーは何ですかと、保険ナンバーは何番ですかっていうと、それを一旦受けてロボットが別のシステムにですね、問い合わせをした上で結果を返してあげると、チャットボットがそれを返すみたいな、そういう動きもできますね。それ、RPA そのものと、チャットボットだったり、AI だったり、そういったものを組み合わせていくことで、より、柔軟なというか、広範囲にいろんなことが自動化できていくよっていう、ことですよね。そうですね。ただ、もともと RPA 出てきたときは、その AI とは違いますよっていうふうに説明させていただいていて、本当に定型作業をこうこなしていくツールっていうものだったんですけど、やっぱりこう数年経ってきて、RPA と AI 切っては切り離せない関係なので、そのメーカー側としても、こうどんどん追加の機能をつけてきていて、そのサードパーティーの AI をつけなくても、ある程度のところであったら、製品の中の AI で認識ができる、学習をさせることができるっていうのも、もうどんどん彼らも開発をしているので、日々増えてきてます。そうなりますよね。最初はミニマムで、お客さんもやっぱ最初の予算のところで、なるべくスモールスタートでってなりますけど、いざ動き始めると、だんだん欲が出てくるというか、あれもできますか、これもできますってなるのが世の常ですもんね。もう一個質問来てます。これどうですか、フォーマットのその対応できるフォーマットの形式とかって数にその上限があるとかそういうことではないんですか、ね、あるんですかね。上限はないんですけど、肝になってくるのはやっぱルール化をするっていうところなので、やっぱり私たちもやっていて、皆さん相対するベンダーさんだったり顧客は
一社じゃないですので、はいはい、全然違うんですっていうのもあり、確かにあります。で、いろいろやり方はあるんですけど、まず一つ目、一番、こう、魅力、一番、なんて言うんですか、日本語が出てこない。理想的な形だと、もうベンダーさんにこのフォーマットでお願いしますっていう、その会社さんから、こう、統一のフォームをお願いする。そもそもの今のオペレーションをちょっと見直して、こうフォームを変えてください。こっちの、これからはこのフォームにしますっていうふうにして、RPA にこう合わせていくっていうのがまず一つっていうのがまず一つあります。でも、まあ正直それって全てのベンダーさんとかにできるものでもないので、まあできない例もたくさんあります。で、そういう時は、こう、いわば RPA の開発の仕方って、こう、ワークフロー、フローチャートみたいにダーッと上から下に作っていくんですけれども、こうフォーマットが違ったとしても、頭とお尻とかは一緒の動きをすると思うんですよね。はい、その一部のところ、ここの部分だけずれていますっていうのだったら、ここの部分だけ、そのベンダーさんごとのユニークなルールを一個ずつ作ってあげる。なので、このベンダー A のプロセスはこれ、ベンダー B のプロセスはこれ。でも、一個一個スクラッチから作っていくんではなくて、こう、ある程度の、こう、塊のところは再利用できるので、開発費用っていう意味では、毎回じゃあ、例えば、1万ドルですか、1000ドルです、2000ドルですじゃなくて、その必要な部分だけ作ってあげるっていうイメージ。ちょっと回答。例えば、まあ、じゃあ、請求書処理っていう大きな枠組みがあったとして、その請求書の処理は、まあ、10社あるとして10社ありますと。で、それ11社目が増えたときには、まあ、ほとんどの作業内容っていうのは、まあ、共有できるんで、もうごくごく一部だけを、まあ、工数として、まあ、手を入れることになりますよっていう、まあ、イメージなんですね。そういうのでもできたりします。また、本当に単純に、例えば、番号の追加とか、こう商品が増えたとか、まあ、あると思うんですよね。あと、シーズンによって、この商品はある、ないとかいうのは、こう、まあ、Excel、まあ、イメージとしては Excel で一旦持っていただければいいと思うんですけど、こうマスターシートみたいなのを管理としておいて、まあ、エンドユーザーさんにそこだけいじってもらえれば、プログラミングを書き換えなくても、そのシーズンごとの必要なこう番号を引っ張ってくれるように、勝手に変わっていく、そのミニマムの、こう、本当に入力をするだけで、っていうような、やり方ができます。なので、いちいち、例えば KDDI に、KDDI さん、ここを変えてください、あそこ変えてください、はい、それで1時間チャージですとかいうのじゃないですね。なるほど。じゃあ、まあ、ある程度広が、増えていっても、そんなに負担にならないっていうことなんですかね。ケースも多いです。はい。全部とはちょっと言い切れないですけど、ものにもよるので。インボイスに特化したものっていうのはソリューションがあるんですね。例えば我々が使っているアビーというOCR のソフトウェアがあるんですけど、彼らはフレキシキャプチャーインボイスっていうパッケージを持っていて、彼ら自身がですね、世界中のインボイスを集めてパターンをこう探しています。ですので、インボイスの中のどこがアイテム項目で、どこがクオンティティで、どこが単価で、トータルでっていうのを読み込ませているので、かなりの数のインボイスを違う種類でも読み込ませると読んでくれるっていうようなものもあります。今個人の、ね、携帯で使うようなサービスでも、自分のレシートをこう写真で撮ると、はいはい、数字を読み込んでくれて家計簿につけてくれるっていうアプリありますよね、うん、あれも学習機能が働いていて日々賢くなるんですけれども、OCR のソフトウェアによってはそういうこともできます、うん、で UAPASS 社自体がそういうエンジンをですね、エンジニアたちが組んで我々にデモを見せてくれたこともありますので、RPA のソフトウェア自体もそういうところには力を入れているところです。もちろん我々で RPA のプロジェクトの話をしていても、それは RPA じゃない方がいいよっていうのもあります。その例えば費用対効果を見てみたり、ボリュームを見てみたり、その手作業でやった方が良かったり、逆に、例えば製造業さんとかやってる EDI を構築しちゃった方が
良いものももちろんあります。なので RPA に絶対 RPA にしましょうとは思っていないので、まあ、あくまでも RPA に適するものをやりましょうっていうふうにお勧めをしていて、で、まあ、なぜその RPA でいきましょうってなるのかというと、オペレーションって日々日々変わると思うんですよね。さっき言ったようにこうシーズンごとに変わるとか、あとはまあ年ごとに変わるとか、まあ、いろいろそういう時に毎回毎回システムでドーンと作っちゃうと、ビジネスが変わった時にまたドーンと大きな投資をして構築をし直さなきゃいけない。そうすると、まあ、企業にとっては、まあ、コストが、まあ、かかってしまう。それに比べて RPA はもうちょっとこう小さな一個ずつのアイテムなので、そのビジネスの変化に応じやすいっていうのが大きなメリットだと思ってやってます。一つのタスクに特化できるって感じなんですかね。そう、そういう意味ですね。そういう理解。内藤さんからはいかがですか。そうですね、我々が使っている UA パッシャ自身がですね、将来の展望を、まあ、夢を語ることがあるんですけど、UA パッシャ、まあ、RPA というカテゴリーのロボットは将来はですね、今の Excel みたいな感じで使われていってほしいと言ってるんですね。一昔前ですと、例えば Excel で表計算をできる人っていうのは ある部署の中で得意な人がやっているっていうところだったんですけど、今いやもう Excel で誰もが VLOOK ができたりとか表計算ができたりとか、まあ、いろんな形で使いこなしていると思うんですね。で、One Robot for Everyone という表があって、うん、将来そういうロボットで自分の分身みたいな形で自分がやってる定型のめんどくさい作業をロボットに覚えさせるっていうことを目指してるんですね。ですので、みずほさんが言ったように、中島さんもおっしゃったように、まあ、一つの小さいタスクをたくさん集めてロボットにさせていくっていうのがデジタルトランスフォーメーションの、まあ、方向だと思います。はい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 、アプローチの仕方ってことですよね。つまりこう大きなものを全部まとめてドッて変えるよっていうアプローチもあるし、 RPA のように各タスクから小さく小さく小さくやっていって、それは将来的にガッと大きくまとめることもまあできるんでしょうけど、うん、っていうところなんですかね。そうですね、うん、今ちょうどですね、またもう一個質問入ってきて、多分今のでじゃあ一つのタスクで特化してちょっと小さく始められるんだったらやってみたいと思われた方もいらっしゃると思うんですけど、具体的な費用はどのあたり程度になりますかっていうご質問なんですけど、これ答えられます？はい、大丈夫です。ちょっと弊社で扱っているのが UA パス、何回もちょっと言って宣伝みたいに聞こえちゃって嫌なんですけど、UA パス社っていうのなんですけど、他の RPA も、まずソフトウェアって私説明したと思うんですけど、パソコンで皆さん購入するソフトウェアと一緒で、まずはライセンスが必要になります。で、UA パスの場合はそれがミニマムから始めれるんですけども、ちょっと今日はライセンスとかの詳細説明はしてなかったんですが、本当に一番ミニマムで必要になってくるのが実行ロボットって言われて、実際にこうお仕事をしてくれるロボットのライセンスが1個と、デモの動画でちょっと見せていた、これ開発の画面ですよとお見せしたと思うんですけれども、こうプロセスを作るのにやっぱり開発のロボットが1つ必要になります。で、それが仮にまあ弊社だったら、まあ、KDDI が開発するにしても、で弊社ではまあロボット開発ロボット持ってるんですけれども、基本的にはお客様の環境にある必要が、こう例えば後々変更とかも必要になるので、まあ、その最低一式は、購入してくださいっていうふうにお願いをしています。で、そのライセンスが、ね、年間の更新になるんですけれども、その、ロボット1個と開発ロボットとセットで年間と、まあ、4000ドルちょっとぐらいが、まあ、マーケットプライスになります。それ合わせてですか？ちょっとワンセット。そうですね、合わせて、まあ、5000ドル弱と思っていただければいいと思います。で、それにまあ開発費用が、入ってくるんですけど、まあ、これは正直規模にもよるので、一概にいくらですというのはちょっと難しいんですが、どうでしょう、内藤さん、開発2週間ぐらいでできるのだったらいくらぐらい？そうですね、今初めてトライしてみたいというお客様から声をかけていただくことが多くて、でも正直ちょっとこう、お金はそんなにかけられないよっていうお客様ですと、大体そのロボットのソフトウェアと
初期の開発ですね、大体2週間ぐらいできるものであれば、1万3000とか1万5000ぐらいでセットでですね、スタートができるようにご提案することがあります。導入費用と初年度のライセンスセットってことですか？そうですね。で、我々を使わずに自分たちで開発するっていうことももちろんできるんですね。はい、イエバス、まあ、最近流行っているノーコード、ローコーディング、ローコーディングっていう、要はドラッグ。さっきのデモ、デモの画面見る限りそんな感じでしたね。そうですね。そういう形で、すごく簡単な、例えば、ヤフーのウェブサイトに行って株価情報をチャートで読み込んできて、はい、Excel に落としてメールで送るみたいなことはトレーニングを2時間ぐらい受けるとできちゃうんですね。ですので、まあ、自分でやってみたいですってことはライセンスだけでスタートもできますし、とは言っても最初にこけるとその社内にみんながやらなくなっちゃうんでっていう、お話で、まあ、最初は、まあ、成功体験をしてくださいということでお手伝いするようなことを我々もしています、うん、なるほど、はい。まあ、このあたりちょっと、まあ、私たちも同じような 業種なのであれなんですけど、そのプロを使う理由というか、うん、あると思うんですよね。つまり最近、まあ、皆さんご存知、参加者の皆さんどうかわかんないですけど、ローコードとかノーコードとか、つまりこういったプログラムを動かすのを、昔だったらこうね、人間がプログラミング言語でこう打ち込んでコードを書いてってやってたんですけど、最近のトレンドとしてはそういうの書かなくてもアプリケーション動かせますよっていうのは、まあブームじゃないですか、うん。まあでもそうは言っても我々の立場からすると、いやでもプロに任せてもらった方がいいと思いますよっていうのはあるじゃないですか、思いとしては。はい、それ今内藤さんおっしゃったみたいに、最初のタイミングで基礎がちゃんとできてないと、後からこう拡張性とかがね、すごい最初に適当にやっちゃうと後からどうにもならなくなって、結局全部直してお金が膨大にかかっちゃいますよっていうところがあると思うんですけど、うん、今日聞いていただいてる方もいろんな営業トークたくさん聞かれてる方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。特にその会社の中でポジション高い方っていっぱい営業を受けると思うんですけど、それでもやっぱりこうなんでしょうね、まあプロの話を今聞いてもらった上で、どういうところを聞くと冷静に判断できるのかとか、どういうところをポイントにして聞いていけば間違えないのかっていうのって、話せればいいのかなってちょっと僕は思っていて、だから RPA であれば、先ほど今日話したみたいな基本の概念、最初の概念みたいなものは理解した上で話聞いてもらうと、あってことは今、その、話してる UI パスであればこういうところに独自性があるけど、じゃあ他のことの際はどういうところにあるのっていう話ができたり、こうやってシステムを作るのと、RPA でやるんだったら、どっちに どういうメリットがあるのっていうポイントで話ができるのかなと思ってているんですけど、まあ、そのあたりって難しいのは難しいですよね、説明するときもね。どうしても自分たちが売っているものを説明するから、そこが中心に話になっちゃうのはなっちゃうんですけどね。うん、そうですね。ただ、まあ、その、まあ、RPA、まあ、いろんなシステムある中で RPA に関してですけど、やはり、その、もう大企業さんで IT チームももう大きくいらっしゃるお客さんとかだと、そのできれば社内で今後はこう内製をしていきたいっていう声とかもあります。はいはいはい、うん、それは実際に聞くお聞きします。で、まあ、ただ、その、最初の入り、まあ、内藤さんも言ってましたけど、最初にこけると、もう頓挫しちゃうので、うんうんうん、そこで、まあ、私たちを入れていただいて、まあ、こう基礎を作っていく。で、こう、コーディングの知識なくてもできますよとかいうものの、まあ、それは正直、まあ、そのメーカーの営業トークだったりするので、すべての今言ったように例えばヤフーのこう取ってくるとか、本当に単純なのはもちろん、まあ、例えば私とかでもできるかもしれないんですけど、皆さんがやられてる業務ってそんな単純なものではないと思うんですよね。本当はもっと複雑でルールももういっぱいあってっていうのは、ちょっと、まあ、甘く見たらちょっとダメと言いますか、そこは最初にこうも作るとこうユアパスにはなんですけど、こうみんなで見れるんですよね。誰が作ったのがフローでダーッと見れるので、こうコーディングみたいな、こう、まあ、呪文みたいな感じじゃないので、こう誰が見てもわかる。こういう流れで作ってるんだっていうのが、まあ、先生のような感じですね。わかるので、まあ、そういう基盤となるものをいくつかこう
まあ、プロに任せて作ってもらって、あ、これはいけるな、これは社内で教育したらできるなって思ったら、あの、まあ、その全部外注しなくても内製でもやっていける体制とか組んでいただいて、あの、全然成功するんじゃないかなと思う。先ほど開発2週間って、まあ、シンプルなものであれば開発は2週間とおっしゃったじゃないですか。でも多分その前にヒアリングをして、そのオペレーションを実際のこう要件として、まあ、定義していくっていうところがあると思うんですけど、ここどのぐらい時間、まあ、そのタスクのボリュームによると思うんですけど、そこもやっぱりそれどのぐらいお時間大体かけるものですか？そこはあの企業さんによってまちまちですね、うん、あのまず最初に我々がお話しするときはこれがやりたいんですっていうあのお客さんよりも RPA やってみたいんだけどどこから始めたらいいのっていう相談が、うん、まあ、先ほど水野さん言ったようにあるんですね。その場合はじゃあまずその部署に回してみて、こういうことできないのっていうそういうクエスチョンを集めてみてくださいっていうんですね、うん、で、まあ、実際クエスチョネアでそのデータを埋めてもらってあの候補をいくつか挙げてもらいます。でその候補を洗い出す中でじゃあ元々のその入力データは何ですか、出力データは何ですか、うん、とかそのあの例外処理がどれくらいあるんですかっていうのを埋めていっていただいた上で我々が見させていただいて、あ、これはちょっと候補としていいんじゃないですか、これはちょっと説明がよくわからないのでもう少し教えてくださいっていう形であのヒアリングをしていきます。ですごくやりたいと思ってたことでもいやそれは2週間でできないですねっていうものもありますし、あのそういう選定プロセスをしていきますので、あのある程度の時間がかかってきます。そこの部分は我々は今営業プロセスとしてやっているのでコストがかからないんですけれども、なるほど、まあ、お客様側本当はチャージしたいんですけどチャージしずやってます。まあでもそこはやっぱり一番、はい、我々もよく分かりますけど一番時間のかかるところなのと、そうです、ね、あとそこでお客さんにこう信用していただくというか、っていうところでもありますよね。そうですね、まあ、水野さんのような営業のプロが何度も伺ってですね、はい、信頼を勝ち得ていくところですね。しつこく伺ってあの皆様のご協力をいただいています。まあ、ある程度なんかこういうヒアリングシートみたいなものがあってそれを埋めてもらえる感じなんですかね。そうですね、ひな型があるのでそのそこのリストから作るっていうそこまでのことはなくていいので あくまでもあの書いてある質問表を埋めてもらうっていうイメージで、もう分からなかったら最低限まずは埋めてくださいって、もう分かるところだけ埋めてくださいっていうのでそこから掘り下げていったりました。あの僕もそのアメリカでいろいろなシステム見てきてよくあるのが ERP とか導入するじゃないですか。それなりのもうかなりの費用をかけて ERP 導入したものの ERP って結構使い勝手が悪かったりするじゃないですか。エンドもう末端の人からするとすごく結構ストリクトっていうかこれちょっと使いにくいなとか、あとあデータを吐き出すにしてもなんか CSV で出てきて CSV を Excel にしてまた Excel で 大活躍で作業するみたいなの結構あるじゃないですか、うんうん、だそういうところに RPA とかをはめていくといいのかもしれないですね。つまりそうです、ね、システムはドーンとちゃんと大きい基幹システムはやりますと、だけど末端で手作業がいっぱい発生してるっていうケースは RPA にやらせちゃうとかっていう使い方があるのかなと。おっしゃるとおりですね、うん、あのいやあのお客さんのところで聞いた話ですけど ERP の、 あのソフトウェアメーカーがですね、はいはいはい、あまりそのカスタマイズをしたくないと。そうですね、で、うんうん、逆にそこはじゃあ RPA でやったらっていう提案をする、はい、あの RP、あ、そうですか、 ERP、はい、メーカーも出てきてますね。もう本当にこれあのシステム屋さん同士の会話になっちゃって恐縮なんですけど、例えばそこを RPA でやるって言ってますあるし、なんかの他のウェブ系の SaaS のプログラムと API で連携させてあのやるとか、いくつか選択肢はあるじゃないですか。そうですね、うん、でもまあ確かにお客さんの立場からするとそういういくつか選択肢と一つに RPA もが持ってたりその SaaS を持ってたりするとお客さん側も選べるからいいかもしれないですよね。その上でちゃんと決めれるっていうの、ね、
あとは、そのお客さんも RPA 興味があって、ちょっと聞きたいですっていうふうに話を持って、お互いこう話をしていたのにもかかわらず、詰めていくと、実はまだまだ RPA には行き着かなかった。で、なので、それプラットフォームとなるものをまずは用意しましょうっていうので、全然違う方向にこう曲がっていったり、まあでも、それはお客さんにとって必要なものだったなので、まあ、お互いハッピーなんですけれども、っていうふうに、まあ多分、御社も一緒だまあ方法論の一つですからね。だからゴールが一つあって、うん、そのゴールに向かっていくつかある方法論だったり段階がある中で、今の最適なものは何かっていうのを見つける作業みたいなとこありますもんね。そうですね。うん、やりたいけどじゃあまた1年後だねとかそういう感じでやっていったりました。我々フェーズっていうの好きですもんね。言葉と。はい。チャットに質問来てますね。そうですね。ADP、ADP であったかどうかはちょっと覚えてないんですけれども、ウェブサイトからのデータを持ってきて、別のシステムに入れる、うん、あるいはそのウェブサイト上のシステムだけで完結できないものを、その続きを人がやってる作業の代わりにやるっていうことは、実際の事例としてはあります。その ADP とか、そういうマニアックな話ですけど、ADP とかって給与手配なので、API でつなげようとすると、結構制限が厳しかったりするんですけど、RPA でやる場合には、別に、さっき、ウェブにログインして、人間がやるようにこう作業するっていう話でしたけど、ロボットでも普通に、ロボットだと入りにくい、そういう SaaS のサービスとかあったりするんですか？ロボットを拒絶するようなサービスありますよね。最初にログインしようとすると画面をこう見せてそれをひっくり返してみてくださいとか、これはまさにあれがロボットを、要はロボットじゃないことを証明するための、そうですね、ですもんね。そこはそういうロボットをさせないというプロセスなので、あえてそこをブレイクするようなことはなく、なるほど、まあ、じゃあそこは人間がそのオーセンティケーションの部分なのでやってくださいと。で、人が、まあ、意識してログインした後のプロセスを任せるっていうようなことをやりますね。今の話は、すみません。あ、どうぞどうぞ。あ、そう、私の説明でもちょっとあったんですけど、その今、オーセンティフィケーションのように、人間がやるべき仕事っていうのを、うん、やっぱり一個の流れの中でもあったりもするので、そういうのを、うん、ハイブリッドって一応なんか、まあ、ユアパスは呼んだりしてるんですけど、うん、なので、そういうのが、こう、柔軟に、まあ、メーカーによっては、その一連の流れはもう一個の一歩の流れしかできませんよっていうメーカーもやっぱあるんですね。でも、そのユアパスのような、ちょっと柔軟に対応してくれるところは、こう手でやって次はロボットまた人に戻ってくるとかっていうのをできたりするので、まあ、かなり便利だなと思う。多分その参加されてる方もそういうもし RPA を知らなかった方でも、多分その Gmail でも何でもログインするときにロボットじゃないことを証明するために車の絵だけ選んでくださいとかあるじゃないですかね。であれがつまりまさにあれなんですよね。世の中はもう RPA がもう本当に浸透してるんで、ああいう風にあれがあるってことは逆に本当に人間であることを証明しなきゃいけないぐらいにロボットで行われていることがもうたくさんあるっていうことですもんね。そうですね、うん、なので、まあ、うまく共存してそのハイブリッドでやることができるので、その人が入らなきゃいけないから、あ、これで RPA 無理だねって諦めなくてもいいっていう感じで、ね、で逆に企業さんでここはすごいセキュアにやりたいから権限持った人間しかやらしたくないよと、うん、でもそこから先の作業自体は自動化させてもいいとかっていうのに、まあ、対応できるよっていうお話ですよね。そうですね、そういう場合も多くあります、うん、なるほどね。まあ、すごいですね。そのやっぱりこの RPA の先ほどこう曲線もありましたけど、一時ものすごいブームになって猫も借地も RPA って言ってた時期があったじゃないですか。はい、そこからちょっとだんだん落ち着いてきた感が あるのかなと思うんですけど、うん、やっぱこなれてきたってことなんでしょうね。うんうん、そうですね、そうですね、うん、まあ、そこからこうね、メーカーが言ってるようなみんなが当たり前に、うん、パソコン買ったらまあ入ってるようなソフトになってく日も意外と近いのか、うんうん、だからまあそれぞれがやっぱ共存していく関係なんでしょうね。いろいろなサービスも世の中にあって、
RPA で実現していくところもあるしっていう、うん、そうですね、うん、実際、まあ、いいことばっかりでもなくて、RPA、うちやってみたけど、うちには合わなかったわっていうお客様もいらっしゃいます。はい。まあ、やってみてですね、本当にこう、例外処理があまりに多すぎて、ロボット動かしては止まってしまう。で、そこを通過してまた次に止まってしまうみたいな、そういうプロセスも確かにあるんですね。なので、まあ、どういうプロセスで本当に、効果が出るのかっていう最初の選定が、うん、結構重要で、できないことを無理にやろうとすると失敗事例として積み重なっていって、まあ、先ほどのその事例の説明を見ると、はい、まあ、うちは合わないからやめたっていう、うん、1年目やったけど2年目やめたっていうところも一定数があるんですね。でも鶏と卵じゃないですけど、やっぱりそもそもじゃあオペレーションが適正なのかどうかっていう問題あるじゃないですか。だからもしかするとオペレーションの方をそのイレギュラーなものがないようにきちっとまとめ上げていったら、もしかしたら RPA もビシッとはまって全体の効率が上がるっていうことも起こり得るんで、やっぱりそれはお客さんの方もまあ今日の説明の中にもありましたけど、業務をきちっと可視化してその中間にあるその目的を達成する中間の部分っていうのはもっとフレキシブルというか見直すっていうタイミングになるかもしれないですよね。うんうん、まあ、その答えが RPA かもしれないし、そうじゃないかもしれないですけど、うん、でもやってね、全く意味がなかったっていうことはないので、はい、こう一旦開けてみて、見てみることができるので。はい、うん、さあ、そろそろもうあっという間に90分で時間なんですけど、あっという間でしょうよ。もっと最初は思ってたんですけど、はい、意外と早いんです。皆さん質問とか大丈夫ですかね。そう、まあ、ただ今回のこのシリーズ一応6回予定してますけど、全部見てもらうとお客さんというか方も IT の我々のような会社と話するときも、何ですかね、その我々も別にこう騙すつもりはないですけど、どうしてもこう、我々の考え方って、もうずっとこの IT の業界にいるから、我々にとっては当たり前のことって、お客さんにとって当たり前じゃないことってたくさんあるじゃないですか。で、なるべく説明するつもりでいても、ついついこう、言葉が足りなくなってしまって、誤解を招いてしまうことってよくあるじゃないですか。なので、このシリーズを動画で見てもらうと、そういう誤解がなくなっていくっていうのができたらいいなというテーマもあるんですけど。いろんな、ね、本当に同業の方々がいいお話をされて いるので、いいなと思いますね、この。ありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。じゃあ、大丈夫ですかね、そんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも金曜日の夕方にご参加いただきありがとうございました。はい。じゃあ、失礼します。失礼します。